オリンポス山は火星最大の縦上火山。マンズとしては太陽系で最大である。やや斜めから移したオリンポス山周囲の地表から約2万7千メートルまで山体が立ち上がっている。これはエベレストの3倍程度に相当する。火星の標高基準面からの高度は2万5千メートルあり、裾野の直径は550キロメートル以上もある。 斜面の最大傾斜角度は数度しかないが外縁部では高さ5000メートル以上の崖が切り立っている。また山頂のカルデラは長径80キロメートル、短径60キロメートル、深さ3.2キロメートルもあり富士山がほぼ収まってしまう。これほど巨大化したのは火星ではプレート移動が起こらないためホットスポット上に火口が止まり続けたためではないかと考えられている。 惑星探査機が訪れる前の、もっぱら地上からの望遠鏡による観測に頼っていた。時代には、周囲より白く見えることがあることから、オリンピア雪原と呼ばれていた。オリンポス山の名前はこれを部分的に引き継いだもので、ある。火星の経緯度で、北緯18度、東経226度にある。長らく死火山だと思われていたが、2004年12月23日、 ドイツ・ベルリンのチームが240万年ほど前に噴火した形跡を発見し、将来の噴火の可能性もあると発表、活火山である可能性が指摘された。火星の火山は数十億年という長い寿命の中で、数十万年から数百万年にわたり活動を休止することもあるという、ありがとうございます。